吹いてる俺。あ、マイクが入りました。こんな感じです今。お、なるほど、いきます。せーの、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。小学生か小学生かっていう感じですけど。まあ、すいません、新年特別番組ということでですね、今回だけちょっと特別に、ゆるーくやりたいと思っております。はい、はい、私普段は裏方やってます、しおみと申します。よろしくお願いします。そして、はい、パーソナリティさせていただきます、よろしくお願いします。そして、はい、今年からおぶさわりご就任いただきました。はい、いかつらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで俺言ってるんだろうね。いや裏方なのに、ね、裏方なのに、ね、まあいいんじゃないですか、いいです裏方のゆるくやるような感じで、うん、まあそうだね、やろうかなと思ってます、ね、で、場所が今ね、グランフロントでこっちが、はい、もうちょっと綺麗に映ればよかったのにな、うん、と思うんですけど、この前までクリスマスツリーが立ってたけどね。ほんまですね、はい、大きな門松が立ってました、ね、はい、そんなところでやってます。はい、そうですね。で、今日は、はい、美女はユッキーだけなんですね。あ、そうですね。加藤さんも女装するの、ね、なんで俺が出てんのかなみたいな。そうおかしな感じですけどね。はい、急遽打ち合わせするってことになっちゃってですね、うんうんうん、実は僕一人で家から配信しようと思ってたんですが、はい、で、マイクもないんで、はい、パソコンのマイクで今撮ってるんで、音小さかったらごめんなさい。みんな大きい声で行くぞ。はい。何この小学生。音が出なかったってクレーム出たもんね。ああ、放送事故、放送事故。放送事故。いろいろありましたね。ありましたね。はい。いろんなことあったね。そうですね。はい、じゃあ、今日はどんな進行で行くんですか、そうですね。はい、今日は、はい、なんだかんだでこのね、はい、本当に関西ビデオワーカー突然始まって、うん、なんていうんですかね、なんかこう、はい、いきなりもう10時間なんですよ。10時間なんですけど、はいはい、ね、そうですね、そう、はい、こう関西ビデオワーカーに出てくださってるゲストの方も本当にね、はい、皆さんのご好意で、ね、うん、お集まりいただいてるんですけれど、はい、そんなこう関西ビデオワーカーができたいきさつとか、うんうん、そんなところをせっかくシーミンが出演、うん、していただいてるので、ね、聞きたいのかなってちょっと思ってるんですけど、どうですか、はい、そうですね、酒飲みながら話してこんなんとおもろいじゃない。いや、でもね、女の人、うん、いいでしょ、ビジュアルがおっさん出るよりも。まあ、まずはね、それだから、でも、女性ワーカーとかっていうよりも、なんか美女ワーカーがキャッチーかなと思ったんですね。はい、それで、そこはそうなんですけど、あんまりね、こう、これ言うたら、ね、出演した人は皆さんなんかね、美しい方やと思うんですけど、なんか関西の女性の方がちょっと抵抗あるみたいなんで。そうなんですよね。はい。私美女じゃないんですって言うような感じの人が多いんですけど、あのね、やっぱりでもね、働いてる女性の人って割とやっぱり生き生きしてるじゃないですか。そうです、そうです。だから、その生き生きしてるこう内面から出るものが、なんか美しかったら美女なんじゃないかなって思ってるんですが。そう。はい。はい。そういう人たちにやっぱりいろいろ出ていただければいいのかなと思っててですね、はい、そうですよね、そう、私はそう、はい、だからしおみんから最初に話を聞いた時に、うん、その話を聞いてきたので、うんうん、全くこの関西美女ワーカーのその美女っていうところのフレーズとかには全くこうあまり考えない、あまり考えない、自分でね、はい、そう、はいはいはい、なんでその思いっていう部分ではすごくこう共感できたので、なんかいいですよね、うん、女性がこう生き生きして働いてる、はい、それでね、もう一つ僕言いたいと思ってたのは、はいはい、結局サービス、みんな大体の人がこうサービス業じゃないですか、出てもらってる人が ね、なんかのサービスの時に、例えばじゃあカメラマンってなった時に、カメラマンは値段競争ばっかりになるよね、知らなかったら。例えばね、
そのミュージシャンでもミュージシャンってなったらなんかあの値段が安い人に出演してもらおうとかってやっぱりそうなるよりもなんかあのその中でこんな特徴があってこんなことを一押ししてるんだっていうことが分かればその人に頼みたいなとかその人になんかその人の演奏聞きたいなとか演奏が起きたねそういう感じにはなっていくんじゃないかなと思ってでそういうこうそういう人たちなんかちょっとなんかこう持ってある人たちをこうピックアップして、うん、ご出演いただくみたいな感じがいいかなと思ってます。そうですね、はい。今年はねやっぱりね日本舞踊とかその辺の人呼びたいですね。日本舞踊いいね。いいですね。いいね。なんか日本舞踊とかなんか、うん、あのちょっと和風な感じの、うん、あ今いいね。一応ね、センス屋さん の, あの女主人みたいな人が声かけてるんですが、ちょっと旦那に聞いてみますんで、ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いやこの熱いこう塩見のこの思いがね、はい、やっぱりあるので、うん、この番組はね、ぜひぜひあのいい方向にね、なんかこうしていきたいなっていうのも、はい、私たちもすごく、うん、なんかこう頑張ってる人を応援したい感じだ ね, ね。そうですね。そうですね。でも良かったですね、はい、この、 あの新春特別企画があって、はい、なんか画面に何も新春らしいもの何一つないという新春特番になってます、ね、何もないよね。そうですね、ですね、新春らしさがね。そうですね、新春なんかあの玄関じゃない、あの受付で何か借りてくればよかったですね。必ず行くぐらいこの辺にポコッとかほんこう映れへんけどね、まあいいですよね。そうですよね、はい。そんな感じでございます、ね、だからそうですよね、はい、なんかこうこだわり持ってとかっていう女性がね、うんうん、すごくこう、はい、ピン何ピンとか言ってるし、はい、そうそう、クローズアップされる、はい、そうですね、素敵ですよね、はい、やっぱりね、一応の今審査をいろいろしてますけど、一応あの次戦他戦問いませんので、時間があれば、皆さんご出演いただければと思います。はい、ここに連絡メールください。ここにありません。出てません。はい、ドコメントください。どっかで、はい、本当だ、はいはい、そうですよね、これそうコメントもね、皆さん推薦してほしいよね、この人どうって。あ、そういうのもいいですね、うんうん、今日ここにねコメント入れていただいても嬉しいですし、日本舞踊、うん、お花、お花の先生とか言ってます。シャドウとか。和にこだわってるけどね。そうそう。今年はなんかね、どうしたんだろう。はい。和がね、和の人となんか出会いたいっていうのがあるんで。おうおう。なんか素敵じゃないですか。和の人ね。はい。思えば叶うから。はい。あともうヨガの先生とか。なんとかどうの人。なんとかどう。なんとかどういいっすね。なんとかどういいですね。子供に剣道教えてる女性とかいないっすか。ああ、いいね。そういうね、はい、そうそう、空手とかね、あそういういいですね。合気道、合気道。あ、なんかあのなんかキックボクシングじゃないな、それ。あれ外れていったけど。そうですね。はい、こんな感じですね。そうですね。はい。じゃあちょっとあのコーナーを進めてですね。はい、今まで11人。2016年、はい、2016年、あ、おてる、そうです、2016年11人の方にご出演いただいたんで、ね、はい、ちょっといろいろとFacebook を見ながらですね、うん、どんな活動を今年されようとしてるのかとかですね、そんなのをちょっと見ていきたいなと思ってます。、はい、そうですね、順番にいきまーす、はい、ビジネス直事どこもこん、やはい、まずはこの隣に座っているユキ、ちゃん、はい、ユキでございます。はい、ユキちょっと呼んでみましょうか。え、自分で呼びますか。明けましておめでとうございます。お母さん体調を崩してしまう私ですが、厄落とし、厄払いなんて良いように解釈して明日からの仕事 を備えます。今年は、予防美容の講座、はい、スタートします。ああ、うん、新たな試み、いろんなプレシアウスを楽しみましょう。プレシアス失礼しました。今年のテーマはどうだね、
見えるもの見えたらやるだけだということで、うん、どうぞ皆さん今年もよろしくお願いしますということです。よろしくお願いします。え、風邪ひいてたんですか？そうなんですよ。なんかね、はい、今あなたはどうぞ。そうなんですよ、あの、うん、なんかね、うん、あのそうお正月になるとね体調崩すっていうね、うん、去年はもっとひどかったんですけどね、はい、そう、まだマシやったな、今年とか言いながら。マジですか？そうなんです、はい、でもいつもそうなんですけど、はい、まあ、ちょうど休憩するんです、最初に、うんうんうん、なので、なんか役払いしてるかなって勝手に思ってるんですけど。いいですね、はい、そうそうそう。で、まあ、エステはもちろんなんですけど、うん、はい、まあ、なんかずっとね、思っていたところというか、もともとのそのエステっていうコンセプトの中に、私その、うん、私のエステって予防っていうのしかもうないんですよね、はい、まあ、はい、もちろん改善とかもそうなんですけど、うん、あの要はその健康だったり綺麗だったりとか、うん、あの維持していくっていう方法をね、うん、ずっとこうあのテーマにしていて、実はその方法ってなかなか学べるところってないので、知らない間に大人になっていて、ね、めちゃくちゃなことを結構してたりとかするんです。知らない間に、僕も知らない間に大人になったな。そうですよね。ちょっと、ね、面白い。おっさんも大事やな。大事なんですよ、これね。あの最近思ったんですけど、うんうん、あのよく男性ってね、ひげ剃るじゃないですか。はいはい、あの肌カッサカサになってたりとかね、うん、お肌に痛めてる人すごい多いんですけど、うんうん、うちの息子ね、ひげ剃り使わないんですよ。ほう、抜いてるのか。いや、抜かないです。何してんの？で、あの顔剃り用のね、はい、シェーバーあるんですけど、はい、そうなんや。そう、それをね、ちょっとね、子供のっていうか、あの、の何、ひげ、うん、が伸び出した頃から使わせてるんですけど、うんうん、そうすると肌もそんなに痛めないし、はい、めちゃめちゃ濃くなっていかないんですよ。っていうそんなことがあって、うん、はい、まあ、そんなことも一つなんですけど、はい、意外とそういうネタをね、うん、いっぱい持っているので、うん、実際こう、うん、あの若いというか、うん、いいお肌を維持する方法って知ってると、うん、あの普段のお手入れにも役立つので、そういうことを講座としてもやっていこうかな、うん、なるほど、ありがとうございます。そのことやられるということで、はい、はい、そうなんです。はい、はい、じゃあまあ今年もよろしくお願いします。なんかそれもしてるな。ツッコミ出して、ツッコミ出して。本当だよ、もうまだ先が長そうなんで、ね、そうそう、時間がね、はい、次、はい、ゆりちゃん、ゆりさん、あ、これ画像って、あ、映ってる、映ってる、映ってる、ね、ゆりさんのお世話になったね。はい、あ、なんか写真、写真に行っちゃった。あれ、よいしょ、ごめんなさい。私ゆりさんとここでは会えてないですよね、うん、はいはい、そう、放送ではね。ああ、そうです ね、 ね、うん、そう、か勝手になんかあの見ちゃいます。そう、そういう文字してるな、ね、なんかお正月のコメントとか。そうですよね、ものはいいよ、星野源より。ああ、若くなって、これ笑いました、僕。はい、明けましておめでとうございます、ゆっくりファミリーで、はい、ただ、美しいおせち、え、あ、美味しいか、うん、美味しいおせちをいただきスタートしました、2017しっかり進みたいと思います、本年もどうぞよろしくお願いしますというコメントがフェイスブックに載ってます。柏原神宮行ってはったんですね。だから ね、 いいとこやね。ねえ、地元やね。僕ら、あ、地元なの？うん、昔一緒に行ったよね。行った。柏原神宮いい神社ですよね。ねえ、ね、よかったね。すっげえ立派で。俺、うん、は行った時、誰でも悪いんだけどね。うん。なんでそんな寂しいところに行ってきたんですか？タイミング？うん、うん。近くで商工会社のお仕事があって。そうそう。うん、で、二人で。はい、なんか近くにあるらしいから行こうぜって言ったら、ね、すんげえ立派な神社とか言って、そうそうそう、もっと PR したいのに、はい、なるほどね、神社の記念館とか、うん、へえ、そんな感じですわ。記念があったりして、全然僕らは関係ない話してますけど、ゆうちゃん、私もよろしくお願いします。はい、私もよろしくお願いします。あ、こちら。はい、3回目にご出演いただいたがキャサリンですね。はい、キャサリンさん、なんか年末年始も働いてはったみたいな感じですよね。うん、うん、そうですよね、カウントダウンしてたんですよね、
カウントダウンの時に素敵なお写真いただきました。ルフトシュプロってだって、あ、それをね、なんか言うてましたね、うんうん、毎週日曜日すごいですね、なんか年末年始ずっと仕事してる感じですね、引っ張りだこと、これですね、明けましておめでとうございます、やった、無事終了、あ、神戸コンシェルトさんのカウントダウンクルーズに成功しました、はい、すごいですね、カウントダウン掛け持ちしてたんですかね、これ掛け持ちできないわね、掛け持ちは、はい、NHK さんの行く年来る年の生中継と3段階で緊張した、すごいな、想像はしてたけど、やっぱり NHK さんってすごいですね、リサーサルからすごかったって、僕 NHK 出たことないわ、ないわないわ、プロチーでよか、うん、移動しましょう、ね、関西をビジョンワーカー TV NHK で取り上げてくれるから、で頑張ろう、頑張ろう、頑張りましょう、頑張ろう、きっとなると思うわ、そうですね、すごいな、一足先にキャサリンに NHK やられてしまいましたね、そうですね、あ、はい、リハーサルだ、やっぱりリハーサルすごいんですよ、やっぱりリハーサルからすごかった、こんな貴重な体験させてもらえて、めちゃくちゃ幸せ、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、これなかなかね、はい、そう、裏事情をね、はい、みんな知ってるとびっくり、ほんまですね、でもね、キャサリンが言ってました、キャサリン風船で検索してみてください、キャサリン風船でですね、うん、キャサリンのブログが出てくるらしいです、うん、そこにあの いろいろ詳しい NHK の裏事情書いてあるのかな、分かれんけど、なんかいろいろこう活動報告とか書いてあるみたいです、うん、なんか年末年始から忙しそうな感じでございました、さすが、これが可愛いよね、これ風船、うん、可愛い、この風船がまためっちゃ可愛いのよこのネガトクね、ところがあって ね、あ、この風船ね、カズさん、あの大好きですよね、キャサリンのあの風船のね、そうそうそう、まあ、おめめが、ね、そうだそうだ、はい、本当だ、ニワトリとひよこちゃんやね、この鉢作りもあって、あった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 、大きいお友達も多いそうですよねそれで第4回目に出ていただいたのが森美穂さんです、森美穂さんもそうそう、あの、うん、めちゃめちゃ近くで放送してたんですけどね、うん、森美穂さんのサロンで放送してて、そっかそっか、あの、うん、四ツ橋線渡ってこっちとこっちなんですよ、うちの事務所めちゃ近くってやつね、そうそうそう、明けましておめでとうございます、掃除に明け暮れた三が日、明日には仕事始め、3年住んでる氏神様のなんとか神社に初詣でしょうよ、おんたま、うん、これご両神社ご両神社っていうんですか、うん、失礼しました、はい、初詣行きましたというような感じでございます、お友達の皆様今年もよろしくお願いしますという感じでございます、なんか淡々とこう仕事をやっていくって感じですよね、はい、うつぼって言われる、うつぼ公園、うつぼですか、はい、ご近所ですね、ご近所ですね、会えませんでしたな、はい、で森宮さん今年もよろしくお願いします、お願いします、続きまして5回目に登場してくれた奥さんね、いきなり大福のブログを更新しました猫ちゃんですね、いなりちゃんと大福ちゃんがいるんですよね、うん、そうですね、それでね、はい、そうです、じゃあおみくじやったやろ、おみくじ基地みたいな感じですね、なんかあの奥さんいっぱい行ってましたよね、どおみくじいっぱい、あ、本当にあのマジですかうん、マジですか、実家のお仏壇、ね、うわぁ、美味しそうですね、これは上手に炊いてみやん、稲荷大福、あ、稲荷、もうすごいね、もう、ね、猫ばっかりですね、あ、出雲大社ね、ほら、ね、はいはい、そう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 、え、出雲大社、大阪大社、あれ、なんて読むんですか、あの、分かれてるところってなんかそんな詳しそうなの、どこにあるんやろ、わかんない、どこなんでしょう、出雲大社に行ったんかと思いましたが違うみたいですね、もう、はい、もう稲荷のブログ更新だらけですね
愛してやまないイメちゃんと大福ちゃんなので、はい、あ、アメブロ更新します。あ、ほら、おみくじこれ見てみますか、ちゃんちょっとよいしょ、実はチェックしてなかったであれあれあれ、まあ大体でもね、そういう感じですからね。はい、はい、お子さんのでもクリスマスコンサート行きましたけどね、僕ね、青木さんとね、行っちゃったね、はい、行かれへんかったけど、うん、私もうまだもうチケットまで取ってもらってたのに、うん、その時もまた体調崩してね、年末リサイタルの開催いただける応援くださる皆様方、おかげさまで2016年を振り返るから、ね、今年はどんなアーティストの演奏ができるのか楽しみです、はい、うん、教室も25周年と、教室も25周年ってすごいね、すごいですね、うん、まあそんな感じで、うん、ノンアルコールのコンサートなのでここから一つ美味しいお酒をいただきながらこうその見た目とのギャップがすごい楽しいんですよね、はい、奥さん ねお話をしてみるので、うんうんうん、面白いねえ、はい、そうそう、であの、はい、忘れもしない、あの番組開始と同時にあの関西熟女ワーカーそうそうそう、今日関西熟女ワーカーですね美女ワーカーやけど一応とかいや天然やと思います、そんな感じです、はい、関西熟女ワーカー熟女ワーカー言っちゃったね、ずっと言ってました、若い子もりょうさんいるからね、間違いじゃないけど、はい、もうそこからもう離れられなかったんですよね、はいはい、じゃあ奥さんも今年もよろしくお願いします、楽しみにしております、はい、聞きに行きたいね、はい、あ、ミュージシャン仲間みほちゃんですね、明けましておめでとうございます、ね、今年もどうぞよろしくお願いします、はい、お正月ですが、どう、はい、着物を似合わすぎる私の自作の着物、リカちゃんこれ自作ってすごくないかなってちょっと見てて思ってして、今年はどんな年になるんでしょうか、これすごいよね、すごいね、うん、すごい、これもオブジェで一貫かしらオブジェの一環かしら、そうなの、うんうん、あの後、はい、あの生オブジェ作りを見ましたし、ね、なるほどなるほど、はいはいはい、これでもすごい成功にできてるよね、うん、すごいね、すごいあの、うん、細やかなことが、うん、さすがアーティスト、さすがアーティストですね、そうですねすごいですね、本当に本当に本当にありがとうございます、じゃあの、はい、お話を伺った後に、うん、美穂さん のライブを本当に、うん、あの見させていただいた時に、うん、あのやっぱ話聞かせてもらっててよかったなってすっごい思ったんですよ、はいはい、であの、うん、魅力がねあの、うん、すごいこう分からないままで聞きに行くのが、うん、やっぱりそういう機会があって、うん、あのお話を聞けた上で、うん、あの演奏を聞くとね、うん、なんかもう入り方が違うというか、うん、素人でも感動できました、うんああそうだね、素人の君にはそれがぴったりだったかもわかりますね、いやでもそんな人も多いと思うんですけど、そうですよね、きっとね、うん、絶対にそうだと思います、はい、いろいろと教えてくださる方がね、嬉しいですよ、ね、はい、本当にその、あの単語の愛がね、なんかいっぱい伝わってきた単語愛あれそうそうそう、ね、アルゼンチン単語からクラシックからそう。こう見えてね、しおみんね、放送中はね、裏方さんに徹してるので、うん、あんまり話の内容聞けてないらしい。聞けないよね。いや、こっち、放送のやつと、実際の声とが、こう、混ざってるから、内容に集中できるわけよね。そうなんです、はい、ね。僕は横で聞いてるだけか。時々突っ込むとか笑い声入れるとか写真撮るとかいろいろあるじゃないですか、はい、今度そんなん今度ね、はい、今度これからできると楽しいですね、はいはい、皆さん今年もよろしくお願いしますお願いします、はい、またコンサートのなんか情報教えてください、そうですね、はい、さんもなんかね、まず体調崩してたみたいですよ、はい、あ、ほんまですか、はい、もう復活されてると思います、コメントゼロも有利に紹介していただいたね、あ、なるほど、そうなんだ、紹介でね、いろいろこう
つながっていったりっていうのもありがたい話やね。そうですね、うん、本当にそれで何回目でしたっけ、1,2,3,4,5,6 7回目、はい、山本宝さんにも出ていただきました。はい、エンジンズっていうコワーキングのね、が大木町にあって、うん、そこの店長さんなんですけど、はい、去年あれだったんですよね、なんかクラウドファンディングやってて見事、うん、見事なんか達成して、はい、クラあのそこのコワーキングのところにバーかなんか作る、うん、カフェとカフェカフェ、ね、カフェとバーか、まあ、ね、ここにお伺いしなかったんだけど、はい、どうだったんや、すごくなんかあの、うん、フレッシュないい感じの女の子っていう感じですね。めっちゃめちゃ頑張り屋さんですよね。うん、で、がもうみんなが応援してあげたいみたいな、うん、そんな感じになるような感じですね。あけましておめでとうございます。お正月は家族と過ごしました、はい、2016年は目標の一つを達成することができた年で、周りにいる皆さん、周りにいる皆さんに助けられたばかりの年でした。これこれラフラフラボ、うん、ラフラボっていうのをこうコワーキングの中で作って、クラウドファンディングは想定した以上の方々たくさんのサポートいただけて無事終了しました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。この気持ちを忘れずに1月8日から元気にカフェをオープンしたいと思います。あ、もうオープンしてんだ。もうしてますよね。だってあのクリスマスの時もね、イベントをされてたりとか、多分ダブルソコアとか言ってましたよね。もう言ってたかな。なんかそんなそんな。ねはい、これこれこれ、だから前職辞めてからなかなか苦しい時期もありましたが、1年をこんな素敵に締めくくり、2014年。なんかすごい、なんか前職がどうのこうのっていう感じだったんですよね。なんかちゃいましたっけ。まあまあまあ、まあ、なんかいろいろあって山あり谷ありみたいな形で、去年はいい年であった、今年も頑張りますみたいな形かなと思います。彼女も、はい、若いですけど、うん、もう本当にチャンスをチュッてこう掴んだタイプ、ね、そう、うん、チュッて掴んだタイプです、はい、だからなんかね、あのすごい行動力もある方で、うん、すごい魅力的なんですよね、はい、でも一見決断力とか、そうそうです、そうです、うん、なんか一見ね、なんかそんな感じには見えないのにそれをやっちゃうっていう、ね、そうですね、パワーのね、はい、すごい持ち主ですよね、はい、皆さんもよかったらバックナンバー上がってると思うんで、そうですね、見ていただければいいのかなと思ってます、うん、宝さん、今年もよろしくお願いします。あの時、はい、あれですよね、あの宝さんのところで、はい、ね、実際に放送もね、そう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 、放送もエンジンズさんでやらせていただいたりしてました、うん、ね、その後飲み会で行ったなおう、はい、次、はい、はい、木村さんですね。2人目の木村さんですか。そうです、はい、3人目です。3人目ですか、はい、あ、そうです、はい、指切った、はい、あ、書いてありましたね、うん、あ、これ僕あの教えたんですよね、うん、こう、なんかロゴ作りたいって言うから、うん、ランサーズに応募した方がいいんじゃないって言って、ランサーズ結構ね反応いいもんね、ね、なんかそんなんで、で、お風呂の私の、あ、どこを見たらいいんだお正月2日目はおすましの焼き餅と水菜のお雑煮、お雑煮、おすましなんですね。漢字の名前だとセクハラ、ストレスなど、結果いまいちなどの意味があるのかな。これこれいいですね。ここ数年、ね、いいね、元旦はカニ鍋、この贅沢は買いたくない。なんか近くにお母さんお住まいで、なんか2回ぐらいこう通ってるとかって書いてあったんじゃなかったんですかね。我が家のお雑煮、元旦は丸餅焼かずに白味噌。これすごいですね、この、ね、おせち、ね、うん、あんな風に、うん、ですね、春になるかね、ね、藤神様に初詣で、今までとは違う選択。あ、これこれ、なんか例年は大晦日に夕方から50メートル離れた実家に帰り、年越しそばを食べた後、おこたに入って母が子供を見に付き合う、うん、そしてその後ゆく年来るとして、深夜2時になったタイミングで深夜明けましょうと、あとは挨拶のカストスタイルでした。そこで見え、はい、でも今年は年越しそばを食べに帰り、母には深夜0時になったら電話するね、明日またお雑煮食べに来るわと言って帰りましたね、っていう、うん、キャサリン見てたんやろね、行く年来る年。ああ、本当ですね。あ、
そういうこと出てたんでしょ、ね、あ、NHK そう、うん、今年は神戸の開港150周年記念のイベントが結構あって神戸港のね、あ、そうなんだ、いろんなイベントがあって花火とか打ち上がってた、へえ、そういうことなんですね、そうか、なるほど、めめてえ女王爆じゃない、え、なんなんやった、女帝力、あ、女帝力、女帝、そう、女帝力を熱く語っていただきました、今年もよろしくお願いします、よろしくお願いします、またね、はい、スコビズの来てくれなかったね、そうですね、そうですね、はい、次が千代ちゃんですね、はい、はい、カメラマン、カメラマン、うん、千代ちゃんとね、フランス料理を撮るカメラのイベントやろうって言って今盛り上がってて、うん、7月ぐらいかな、うん、やろうかなと思ってます、ピオカメラ、どの先生してほしいですよね、あの、うん、ね、マイクロワークスで、あ、これもいいね、はい、成功新宿で、あ、いいですね、撮り方っていうのは、はい、明けましておめでとうございます。2017年、昨年はずっと執筆をしてた年、写真の仕事で得た知識をすべて本と映像 DVD に入れた一冊を作りました、うん、これから始めるデジタル一眼カメラ写真と撮影の新しい教科書、私の、授業 DVD がついた本をお買い忘れの方はぜひ、はい、あとは画面の画面読んでください、途中からなんか放棄しましたけど、大丈夫ですか、ね、いい、いいと思います、はいはい、そう、でもあの、ね、本見させていただいたらすごい、はい、あれですよね、うん、丁寧にね、すごい丁寧に作っている本だったね、なんかあの、ね、思いがすごい、あれでしたよね、あの最初にこう入りやすさとか、うん、素人でもっていうところの着眼点が本当にすごい、うん、細やかで、お話聞いててもそこはすごいなって思いましたね、うんうん、なんかいつもこうぴょんぴょん跳ねてる感じですよね、そうなんですか、いや私たちは、ね、違う、そうそうそう、違う、こうぴょんぴょん、そう、でもなんかすごい縦揺れしてる感じがすごいだってカメラでは座ってたから、あの放送ではね、実際はそうですね、なんかすごいもうあのいつまでも元気のいい女の子っていう感じがしますよね、そうですよね、はい、あ、でもなんか、はい、あの終わった後言ってましたもんね、うん、あのなんかああいう感じはないのかっていう、うん、クレームこっちに来ましたよね、うん、ああいう感じってなんかこうキャピキャピ感が、はい、すごい出てましたね、確かに確かに、確かに、なるほど、気になる方はバックナンバーを、バックナンバー放送後の話ですけど、はい、そうかそうか、でもね、すごいこう、はい、女性らしさといい感じですね、はい、若い女性も最近カメラ撮り方多いんでね、そうだよね、ちょっと撮り方を覚えるだけでも全然変わると思いますから、はい、そうですね、なんかちょうど、はい、あのこの話を聞かせていただく前、出演前に、うん、あのある方からそんな話を聞いててね、うん、あのスマホとかでこのところを撮れることとかね、なんか、うん、って言ってたら本当にそのままされてて、うん、やっぱりそういうの、そうだね、あると、はい、いいと思います。やっぱセンスがいいよね、はい、こういう、切り取り方とかすごい綺麗、ということで、また気になる方はバックナンバー見ていただければ、はい、いいと思います。じゃあ千代ちゃんまたね、はい、よろしくお願いします、お願いします。で次が小島さんでしたね、ヒロリンだ、びっくりしましたよね、なんか、いやいやいや、なんかぶっちゃけねみたいな、ぶっちゃけねみたいな、ヒロリンめちゃめちゃ素敵なんですよ、笑うね、はい、楽しかったです、あの時そうですね、マイクロワークスさんで、そうですね、はい、初初めてね、はい、そうでしたね、そうですね、やらさせていただきまして、1月1日、明けましておめでとうございます、同級生と飲み会です、いいねいいね、以上終わり、以上終わりですね、はい、楽しそうなお正月で、はい、いいですね、このまま3日3晩飲み続けましたよ、面白いねダメっすかね、そんな入れ金ない感じだね、そうですよね、はい、お酒大好きって言ってましたからね、あ、そうですね、またちょっとお酒飲む機会をね作らなくっちゃね、この後の飲みが面白かったね、面白かった
はい、串カツ食いながらね。串カツ食いながら。なんだかんだで飲みましたね。飲んだね、あれよね。そうですね。はい、どうしゃべってよ、飲んだ。本当に本性を見に行きたかったんですよね。はい、本当はね。うん。さっき言ってくれたね。なんか用意してるのね。そうそう。はい、また次回。はい、あれだって、はい、構想中にね、日本酒を飲み始めましたからね。お前ね。そう。はい。はい、じゃあ小島さんまた飲みに行きましょうね。はい、楽しみ。はい、今年もよろしくお願いします。はい、ラストになります。うん、これ12月の本当に最後ですね。最後の、また最近やね。最後の週、先週？そんなもんじゃ。先週か。先週の火曜日かな。そうですね。あやのちゃんでございます。うん、広報の仕事をしているというあやのちゃんですけど、はい、ほぼほぼロボホンの話でしたね。はい、そうなんだ、ね。ロボホンラブでしたよね。そう、ロボホンラブ。で、ロボホンがちゃんと動かなかったですよね、さっき。そうです。初め。あ、すごい。めっちゃそっくり。まさかの娘からのクリスマスカードって、今年になって更新がないという感じです、はい、プレゼントどうした、あ、なんか西宮でなんかイベントやる言ってましたよね。あ、いつでしたっけね、あれ1月の後半くらいでしたよね、確かね、うんうんうん、まあ、未だにロボホンを抱えてですね、うん、年末年始過ごしてるやと思いますけどね。でも最後本当にロボホンで最初あんなに反応してくれなかったのに、そう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 、ちゃんとね、反応してくれて、でちゃんと、はい、うん、はい、ロボホンだけで一本できるね、これ。そう、それで、ね、めっちゃ尺長かったですからね、でもね、可愛いんですよ、ほんまね、うん、見出したらすごいよね。その後飲み会でまた立ち上がれ、ロボホンって言ってたの。飲み会盛り上がったね、うん、ロボホンって周りみんな見るよね。あ、めっちゃ人気周りのテレビみんな見てたね。でも本当にロボットがいる生活ってこうなるんやろうっていうのをちょっと垣間見で見させてもらいましたよね。子供たちは絶対にね、やっぱりああいうのがあると未来を想像しやすくなるんですよね。そう思うんですよね。確かに、ね、うん、なんか想像力とかなんかすごい膨らみそう。はい、あ、そんなこと言ってありましたね。はい、子供たちにそんな世界を想像させてあげたいよね。そうですね。っていうことやと思います。とても賛同しました。はい、ね、はい、じゃあ勝也さんもお子さんにロボホンを台数一人一台ずつ渡して、ロボホンまあまあするよ。まあまあするよね。まあまあするの3台はちょっときつい。3台いきましょう。いきますかな、うん、私もおまけに欲しいな。あ、俺もおまけ欲しい、ね、一気に5台パパパパパパ欲しい、なんとか1台くらいペッパペッパー重いからな、持ち歩けない、こうやってペッパーくん電源切ったらこんなんね、そう、くたんだからね、そうめっちゃ切ないで、こんなん、切ない、切ない、こんなんペッパーくん、やばい、それはちょっと結構切ないな、ペッパーくんね、はい、そうなんだ。ということで、あやのちゃん、また今年もはい、いろいろと遊んでください。はい、よろしくお願いします。ということで、11人のいろいろフェイスブックちょっと見ながらですね、やってみましたと。ね、あなた欲しい。あ、あ、何？ん？あ、今ふっと思ったんですけど、はい、プレゼントちょうだい、何も考えてなかったですね。今日？今日。今日。打ち合わせでそば話するの忘れてたな。今日、なしでいいんじゃん。なんかね、金額、お正月らしさがなんかないなぁ。ほんまやなぁ。ねぇ、今は何にしろよ、出演したいメールくださいでいいんちゃいます。あぁ、はい、出演したいメールくださいそれで終わりそう、わざわざ行きますのでというか、そう、ね、あれからもお伺いしますのでそうか、なんか、あ、でもそういえばこの前、はい、ね、放送予定だったやつは、うん、うん、おっしゃりましたけど、何？サロンの出します、出張撮影、出張撮影、出張撮影、違いますよ、違いますよ、出張撮影とか、何の話、
いやいやいや、私が言ってたのはね、うん、あのこの前ね、ちょっとね、うん、あの新年明けまして、うん、おめでとうございますを、うんうん、あのビデオメッセージみたいな形で撮ってた時に、うん、あのサロンの割引券を5名様にプレゼントしますっていうのをやってたの、うん、あ、その動画撮ってたよね、あれね、うん、音声が低すぎてね、そうだ、やっぱり遠かったよね、そう、やっぱこのエリアじゃないとね、いろいろ撮って撮影したのにね、お蔵入りそうだそうなんです、残念ながらあれもお蔵入り、あれはお蔵入り、そう残念ながら結構裏方頑張ってるのにね、そうなんですよ、だからもうやっぱり、うん、マイク命ですよ、そうそう、ね、これも音ちゃんと通ってるんやろか、わからん、もうみんなちょっと低いやつ、こうやって聞いてると思う、すいません声ちっちゃくてすいません、マイク持ってきてないんで、すいません、ちょっと急にあのちょっと予定変更してマイクパソコンのマイクで拾ってますから、はい、すいません聞きにくかった方ごめんなさいまあ、こんなのがね、はい、またね、あの、そうですね、楽しいんですよね、うん、きっとね、はい、といううまいことまとめてますよね、うん、そうです、はい、そうです、ちょっとあのこの辺も一言ずつ抱負かなんか言ったらどうですか、そうですね、抱負どうですか、はいはい、そうですね、今年、はい、うん、今年ちなみに、はい、そう、勝也さん、はい、ね、多分皆さん何してる人みたいな感じですよね、いつもオブザーバーとしか紹介されてないので、うん、ただの通りすがりのそうそうそう、ただの、はい、ただの通りすがりの勝也さん、せっかくなのであのどうですか、何も用意してくれてへんねやろ今、何を紹介文も何も紹介文喋るや、うん、うん、はい、そんな得意です、一分間、一分間スピーチ、なん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 、どうしようかな、大丈夫だよ、ちょっと今年の抱負とかないの俺が言おうか、私紹介します、じゃあ、はい、オブザーバーのいつもオブザーバーで参加していただいている今年から、参加、強制参加です、はい、ですね、の、勝也さんですね、うん、勝也慎一郎さんは、はい、会社の名前言っていいですか、はい、そうですね、はい、本町でマイクロワークスという会社をされております、はい、本日もまたまた突然参加ですけれど、はい、はい、どんな会社でしょうか、システム開発の会社です、はい、はいはい、でロボットを作りたいなと思ったりとか、はい、はい、セミナー研修をやっていたりとか、はい、はい、みんないろんな方が集まっていただいたりとか、はい、たこ焼きを焼いたりとか、はい、こんなことをしております、はい、はい、マイクロワークスで検索していただきますと、はい、出てくると思います、ちょうどあの大阪科学技術館の正面あたりに坪公園のね、そうですね、のほとりにあるところなんです、なるほど、そうですね、はい、いろんなイベントをやりおります、はい、やっておりますので、はい、お気軽にお集まりください、はい、撮影もまたやると思います、そうですね、でなんだかんだ言うとそこに集まってきてくださる方の出演が多いよね、そうなんです、だから結局この、うん、このテレビもね、はい、そこからつながり、うん、そこからつながり、そこからつながりでいいです、はい、はい、そうなんですよね、うん、でも飲みながらとか集まりながら CM にとやってるタコビズ、タコ焼きを焼きながらビジネスを語ろうのか、ね、はい、こんなおもろいな、こんなおもろいな、うん、言うて実現になったのがこのビジョンだったりとか、うん、ね、そうですよね、はい、ありがとうございます、そうですね、そうその他にユキとか、はい、なかなか手伝ってくれて成功支援塾に、うん、ユーリーが手伝ってくれてるやつだったりしたんですけど、うん、そこのお集まりくださった方に出演をお願いしたりとかっていうつながりでしたね、うん、はい、はい、なので、はい、なんだかんだであれですよね、はい、ここから始まってるんですよね、うん、まあね、まあそんな感じ、はい、はい、面白い、はい、これで今年の抱負ですね、今年の抱負、今年またあの楽しいこといっぱいやりたいですね、はい、はい、今年の抱負もね、うん、1月2日に、うん、行ったハンバーガー屋さんで書かされたんですよなかなか、なかなかチャレンジングなハンバーガー、ちょっと猫が良くなっちゃった、はい、茨城の、うん、茨城の駅前の、半径駅前の、はい、そんなんありましたっけ、はい、のは飲みながらハンバーガー食ってたんですけど、うん、珍しいね、みんなにこう紙渡して、抱負かけって言って、うん、何書いてます、知らない女性を100人勝手に愛すって書いてある、
なんかあげてたな。そうそうそう。あげてたな、それ。これよくない？知らない女性を100人勝手に愛す。いや、いいとか悪いとかじゃなくて、愛された方の気持ちになったらどうかな、みたいな。なんで？え、でも、勝手に愛すっていうことは、対象は見返りを求めない。見返り。ちょっとしたストーカー。え、でもそれは対象はちゃんとあのその実在して、そう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 、この人好きって言って勝手に好きになって愛する、そう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 、あのだから、お誕生日プレゼントが勝手に送って見返りを期待しない、うん、ストーカーやそれなんでなんで赤リオそうか、意図が分かんないえ、なんかあのやってあげたらやっ、うん、もらいたいって気持ちあるじゃないですか、うん、それをなくすってことね、なくすと、はい、女性限定でそれやるってこと、はい、はい、そういうことです、はい、どうかね奥が深いでしょ、いや、どうかな深いかな、これなんか迷路に入っていてませんか、大丈夫ですか、マジですか、まあいいです、修正しようかな、ちょっと後で飲みながら話します、そうですね、はい、反省会やな、これはい、ね、じゃ あ、はい、あ、楽しいことやるんですか、楽しいことやりましょう、はい、ユッキーは何かあるんですか、今年、今年ですか、ああ、なんかそうそうそう、はい、なんかもう動きますよ、私ムーブ、ムーブ、ムーブ分かりませんけどムーブ、はい、なんか分かんないですけどね、ここ何年か なんか車にありましたね、ムーブ、あー、そっか、兄ちゃんムーブだよそうそう、なんかね、はい、お正月になると、うん、うん、一文字ね浮かんでくるんですよ、お、今年は、今年はね、だから動くだったんです、はい、どうだったんですよ、あ、なるほど、そうそう、それであそこにね載せたんですけど、うん、動くね、そうなんですよね、うん、ああ動けってことなんだろうな、うん、みたいな、うん、ほらよくどっちかというとね、うん、動いてそうに行動しそうに見えてあんまり行動しないタイプなんですよね、もうほっとったら家の中にずっといるタイプ、痛い痛い痛いんですよ、うん、じーっとしてたかったりするんですけど、うんうん、なんか思ってんのね、そうでもなんかしら、うん、なんか去年1年ね、はい、なんかこう面白いことにこうなんか出会わせていただいたじゃないですか、たくさんなんか2人のおかげでって言ったらいいのかな、はいはい、いろんなとこ引っ張り出しましたけどねそうですよね、そうやね、エッセンバーとかに行ったそうう, うなずいてるしすごいな、いろんな勉強だよね、そうですね、そうですね、ありましたね、なんか面白かったですけどね、いろんなところね、なるほどまあでもそれがね、はい、まあ、縁ってすごいなって思うんですよ、うん、で実際そう形になってなったのも去年いろんな形になって、うんうん、でそれがこうもっともっとこう面白いものになっていったらね、いいなっていう思いとリンクしたんですけどね、私の動くっていうのは、うん、なるほど、なのでそうなんでしょうね、きっと動くんちゃいますか、なんかえらい投げた、はい、でもそう、えらい投げ方でも新たなことも、はい、始めますね、いろんなことを、そうですね、はい、そうですね、じゃあ、はい、そろそろもうなんかベラベラ喋りすぎたんでそろそろ終わろうと思っております、はい、次回ちゃんとした放送を17日と今月はあと24日と、あと2回は、しようと思っております、うん、次回17日なんでまた見てください、よろしくお願いします、はい、それでは今年もよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、今日はエンディングも何もなしでこのまま終わります、無事に無事に